石野要造の芸術。今日はカラーペーパーにアクリルガッシュで描いた。今までは割に和紙で水彩で和紙に水彩という組み合わせで描いていたが、今日はカラーペーパーとアクリルガッシュ、これだいぶ、強くなった、明るくなった、はっきりしたということで、いいのか悪いのかわからんが、これは踊れ踊れ、片一方はどうやら人間らしいけど歯がある、どうも人間の化け物と鼻の化け物が踊っている。踊れ踊れ、はい、これはなんじゃいなということで、特にテーマはない。これもはっきりしてきたな。言い悪いは別として何を書いているのか自分でもよくわからん、はい。これは花と壺である、割に明るい、はっきりしている、はい。これは沖に船が、向こうに桜の頃の町がある、太陽がある、はい。これは月の海を行く不思議な船である、はい。これも踊れ踊れで、片一方はボトルの化け物、片一方はグラスの化け物としか言いようがない。よくわからん、はい。これもよくわからんが、踊れ踊れで踊っている、片一方はどうやら人間らしいが、片一方は何かな、はい。これは男、ちょっと変わった男である、はい。これが晩宴、晩宴というのは秋の終わりの紅葉のことを言うている。遠くの山も近くの林も紅葉である。えらい派手な紅葉、秋の静けさよりも燃え上がるような秋の紅葉である、ショートの組み合わせ、これでいいんかな。秋を表している、秋の紅葉、秋の終わりの紅葉である。